私は。자천공의성장이야それにしても高いなしかも丸い俺たちの世界って丸かったんだな今頃気づくな海の水平線も同じように丸かっただろう。うん。だから水平線の向こうから近づいてくる船は尾の上の方から見えてくるんだよ。お前たちこんな絶景を前にして冷静すぎだろ。お前は敵の本拠ではしゃぎすぎだ。うん。ここを構成している力は、なるほど。やはり思った通りじゃな。何がよ。いや、この精錬の正体が分かったんじゃよ。ここはカノヌシが地脈に循環させておった力を凝縮し結晶化させたもの。分かりやすく言えば聖主カノヌシの体そのものなんじゃよ。つまり私たちはカノヌシのお腹の中に飛び込んだってことですか。分かってたならなぜそうと。迂闊に飛び込むなと忠告したじゃろ。敵の本拠ではしゃぐでないわい。ですね。冷静に考えればこの状況は地脈と大して変わりません。ええ、どの道カノヌシを倒すにはここに入り込むしか方法はなかった。どんなに巨大で強い力を持っていても心臓を潰せば殺せるはずだから。確かにの。じゃが心臓とはこれほどの力を操る聖主カノヌシの本体と同志アルトリウス、潰されるのはこっちやもしれんぞ。今さらですねマギルー。敵の本拠でビビるんじゃないわよ。はい、切り替えがありそうだ。そんな邪魔だ。その程度で。ドロン。ダイヤの神社。あもう。ああ行こう。いや。いきなりだ。攻撃一刀。この距離なら。いや、違う違う。ゼロの方。吐く。しまいよ。重ねかけろ。来い。二の方。来い。ブージック。ダイヤ。え、どこ行く。ダイヤ。どこだ。ダイヤ。ダイヤ。どこよ。ドロン。ゼロ。ダイヤ。とどめ。ナバフィーレイド。天にとダイヤ。ドロン。ずいぶん変わった立ち筋ね。うわうわ、쫓아오지마。うわ、나민감해。세이브한번해주고잠깐동생좀보고오겠습니다또각오가이이저거야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 야래야래정말야래야래다얼추에니보면60레벨정도되겠다뭐였어이거어이표현님만원원감사합니다힘내세요아아가버려가버려네뭐힘내야죠네
팀 안 되면 어쩔 거야. 새로운 레시피다. 잠깐 혹시나. 作ってみようよ. 혹시나 최소한의 편집은 하고 가지 않았을까 동생이? 겨우 세 개밖에 안 하고 갔다고? 단작세. 한 시간 반 분량. 세상에. 지금 남아 있는 분량이. 10시간, 20시간 가까이 니 오토마타 남았는데 10시간은 넘게 남았는데 1시간 반하고 튀었어. 이거 뭐 교회로 가는 손모가지를 풍둥 뿜물러 버려야 되나 이거. 어쩌라는 거야 나보고. 세 개 그거 그냥 진짜 빨리 돌려가지고 지금 니어도 얼마 편집할 거 없어가지고 그냥 사실 그거 하는데 한 시간도 안 걸려. 1시간 30분 편집하는데 한 30분도 안 걸릴 건데. 어 이거 왜 이래 이 길의 상태가? 아 이거 이렇게 가는 거 맞구나. 심지어 베르세리아는 제가 합니다, 여러분. 동생이 니어 오토마타를 빨리 편집하라고 베르세리아는 제가 하는데 편집을 안 하네 니어를. 베르세리아는 제가 짬짬이 합니다. 방송 끝나고서 조금씩 새벽에. 적었어. 다 내 업본가 보지 뭐. 다 내 업이다. 내가 뭔가 잘못 살았나봐 이제. 이 길이 이거 상당히 복잡하게 꼬여있긴 하네. 아유 그래도 레벨은 잘 오르네. 아이고 이것도 건너가려면 그거 있어야 되잖아 이거. 야 오지마 이것들아. 아야 나 바쁘다고. 万万还是，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 万万还
勝ったよな。 아우 정말 욕같다. 자, 저 보드가 필요해. 아 근데 이거 한다 그래서 뭐 더 엄청 좋아지고 나빠지고 이런 건 없어. 어차피 속도가 그지라 가지고 절망적인 속도잖아요. 보드 밑의 장사. 지소주, 꽤고 미츠케타요네. 오카게데 보쿠노 히로우와 피크데후요. 고멘네. BF けど疲労と回復を繰り返したおかげでやけに筋肉がついてきたでふ。うわ、パッと見わからないけど触るとすっごい無機無機。今の僕なら愛禅や六郎程度なら一撃で沈められる気がするでふよ。じゃあ、ズキンマ、그렇게 들겠지。すごいね。BF、レアボードの件ではあなたに負担をかけてしまってすみません。けど、おかげでみんな助かっていますよ。 エレノア様、もったいないお言葉です。やっぱり紛れお姉さんとは大違いですね。疲労は大丈夫ですか？それが、ほぼほぼ限界なんです。この疲れはエレノア様にマッサージされない限り回復しそうもないです。マッサージですね。お安いご用です。まさかこんなラッキーが訪れるとは。 ピアボードに大感謝です。壺を押すのは得意なんです。槍の石突きでゴリゴリっとすれば疲労なんて一発で取れますよ。ですから少々痛いのは我慢してくださいね。やっぱり結構です。本当にゴリゴリです。楽になるけど痛。 그렇답니다. 아주 미세하게 빨라져요. 아주 미세하게. 나한테 묻지 마. 나도 복잡. 나도 이거 할 때마다 이거 탈 때마다 신난하단 말이야. 이게 이래갖고 진정 빨라지는 건가? 그냥 빠르다니까 뭐 해야 하는 수밖에 없죠 뭐. 밸런스. 페리피케이션. 이런. 옆 월백의 영웅. 어 뭐지? 이렇게 돌아오는 건가? 어허. 이렇게 돌아와 버렸네.
어우 참 헷갈리는 길이요. 네, 최종 던전입니다. 여긴 어디? 나는 누구? 怪我ないの경험치를많이주는데쎄절대없이단단해자이제저쪽으로한번들어가봐야겠구만아니 이거 먹니? 이것도 뭐야? 아니야! 어? 상관없나? 괜찮나? 자, 공치의 영웅. 뭐 이걸로 길을 만들 수만 있다면냐고 시공이 나를 부르는 건가? 으아라라라라 빰빰빰 그렇습니다 여러분 제가 길을 헤매는 것 같아 보이지만 사실 헤매는 게 아니라 모든 것이 다 계산되어 있는 움직임입니다 정말이야 믿어줘 다 어느 정도의 철저한 계산에 따른 움직임이라고나 할까 아니 헤매는 거 아니라니까? 헤매는 거 아니에요 이거 헤매는 것처럼 보이는 거지 헤매는 건 아니야 이 말은 바로 하자고 아 이렇게 딱 그 찾아 금방 또 찾아보잖아 이게 중간에 뭐 편집할 거리도 없이 하나의 움직임으로 거대한 움직임으로 봐야 예, 딱 이 그 던전 구조를 이해할 수 있을 정도로 지금 군더더기 없게 플레이를 하고 있구만 공략지 화나도 안 보는데 이 정도라고
저기 또 있잖아. 일단 저기 갔다가 저쪽으로 가면 되겠구나. 완벽하다 진짜. 내 스스로가 놀랍다 지금. 아하, 여긴 그냥 되돌아가는 길이고. 오케이 알았어. 여기 아까 비슷한 방을 본 적이 있어. 아, 오케이. 그렇습니다 여러분, 믿고 저를 후원하시면 됩니다. 자, 최후의 닉. 마기루. そういえばまだ あんたから 100ガルド もらってなかったのね. 얼마나 빠르게 진행하고 있는데 여러분들 못 느끼겠어? 이걸 못 느끼다니. 꾸역꾸역 길을 찾아가고 있잖아. 사메타. 먼 길에 돌지도 않고 원래 이렇게 돌게 만들어져 있는 던전을 그렇게 진행을 하는 거야. 命をかけてお主の復讐に付き合おうというわしにこの鬼を呼んで 100ガルドとな。もういい、帰らせてもらう。そう、じゃあここでお別れね。引き止めんか。そこは鹿主打倒にはわしのトラブルメーカーぶりは不可欠じゃろうに。わしも鬼ではないんじゃ。条件次第ではこの気持ちを覆すのもやぶさかではないぞ。 丸飲みされる方に100ガルド。あんたが彼主に丸飲みされる方に100ガルド賭けたのよ。あんたが勝ったら私への借金はチャラ。文句ないでしょ。終わりじゃよ。元より腹を必要もない橋高値をちらつかせ、一見冷たい言葉からの優しさ。からの情に熱い魔女を酷使して彼主どもを倒そうというお主の腹積もりに気づかぬわしじゃと思うたか。 100億万ガルドじゃ。お主が生きて帰る方に100億万ガルド、締め切りまであと3、2、1、0。賭け成立じゃのう。というわけで帰るのはやめじゃ。無理くりにでも彼主とアルトリウスを倒し、お主を生還させねばならんでのう。相変わらず勝手なやつね。 いやいやいや、そこはありがとう心の友マギル。じゃろうに。はいはい、ありがとう心の友マギル。でも私は自分の信じる通りに生きる。まったく、お主の方がよっぽど勝手じゃわ。 孫社さん言う因果応報の大魔法使いマギルお姉さんに恥をかかせよってからに。まどうでもいいがの。 싸움 끝에 私たちは... 이 스크린 채트가 올바르게 길을 가고 있으니까 나오는 거란 말이야. 여러분들이 진짜 날 너무 길치로 모시는데, 아니 이 정도에서 길을 헤매는 건 누구나 헤매. 공략안 보면 사실 헤매지도 않았어. 고마になる以外で。そこは冷静じゃない。 헤매지도 않았구만. そういう時は戦いの後のことを考えるのさ。晩飯のおかずとか次に読む本とか何だっていい。なら聞かせてください。六郎はこの戦いが終わったらどうするつもりですか。しぐれ様を倒した今アルトリウス様とカノヌシを倒せば、 あなた以上の剣士などどこにもいません。何を目標に生きていくのですか。まずはしぐれを追い越さねえとな。え、勝ったじゃないですか。刀3本使ってな。だが大太刀1本での勝負じゃまだまだあいつの高みには届いちゃいない。それに世界は広いんだ。化け物みたいに強いやつがどっかにいるかもしれないだろ。 ここまでもブレない人ですね。ゴーマだからな。で、お前はどうするんだ。大魔師として、いえ、一人の人間として人々のために私ができることを続けていくと思います。ですからもしあなたが他のゴーマのように人間を襲うようなことがあれば、私は迷わずあなたと戦います。そうか。だが俺は強いぜ。
아니 이러다가 서로 정분이 나고 그러다가 로제가 ならさっきの質問は答えるまでもないな。 에? 行きましょう。 勝ちに。 어! 자, 지금을 살겠어. 카노노시를 倒した 後も 아이젠には 僕が 見えるんだよね。 아. 霊的な 存在である 精霊や 고마와 これまで通り 互いを 認識できる。 だが 人間からはほとんど見えなくなるだろうな。マギルーが言っていたように。寂しいのか？アイゼンは寂しくないの？ベンウィックや海賊団の人たちからも見えなくなっちゃうのに。見えていようが見えていまいが、あいつらはもう俺が共にいることを知っている。幽霊に戻って連中の冒険をせいぜいスリリングにしてやるさ。 見えなかった時は海賊のみんなはアイゼンのことを船に取り付いた幽霊だと思ってたんだよね。ああ、あの頃に戻ったと思えばいい。見えなくなってもあの船と海賊団と一緒にアイゼンは生きていくんだね。それでも必ず別れは訪れる。人間よりもずっと長く生きる俺たちにはそれは避けられないことだ。 誰だって別れは辛い。その辛さを味わいたくなければ人間と関わらなければいいだけのことだ。精霊の世界でだけ生きている連中もいる。愚かな人の世の争いを隣のように感じながらな。だが俺には限られた時間を必死で生きようとする人間たちの姿が輝いて見える。もちろん 精霊にも終わりはある。俺にもな。それがあと500年なのか1000年なのか、それとも明日がその日なのかは分からん。だからこそ目の前の一瞬一瞬を全力であいつらと共に生きたい。その気持ちがベンウィックたちにも伝わってるから見えてて見えなくても。정말 빡친다. 이런 멋진 캐릭터가 最後は自分で決めろ。誰かのためじゃなく自分のため。 얘 또 뭐래? 봐봐, 이제 저기 건너가면은 그거 아니야. 최종 보스인 것 같은데. 아닌가? 과연 얼마나 제가 지금 길을 잘 찾아오고 있습니까, 여러분? 아 근데 애니에서도 아이젠은 나올 거 아니에요. 제스티브. 그거 게임에서랑 똑같이 나올 거 아니야. 아 그래요?